くなると、うん、お客様にありがとうって私たち言いますけれども、お客様にありがとうって言われるのが一番最高なんですよ。これをぜひ目指していただきたいと思います。でその後にお会計をして最後見送りで終わってると思いませんでしたか。実はお客様が服を着るのは他の日なんですよ。お客様本番の日をめがけて接客をしようっていうのをまた一つ覚えてください。ここです。お客様が本番の日にその服を着て周りの人にどう思われたか。なのでこう笑顔で挨拶をする。で挨拶をしてお客様が今考え中かそれとも買いたいと思ってるのかを判断するっていう場にしてください。とは言っても全てのお客様に同じような、声掛けの仕方で対応する必要はないです。実は年代によって声掛けの仕方を工夫することができますっていうのをちょっと説明したいと思います。まあ、お客様はやっぱり接客をするときに、まあ、ウォーム系クール系の話をして差し上げるとすごく喜んでくださって、あのブログで結構ウォーム系はこれが似合うとかよく書いてたんですね。で他のスタッフが接客してても店長さんとか言って私はどんな色が似合うでしょうかってお客様に言われて、なんとレジであのトークだけであの商談成立みたいなことが結構あって、もうまたまあ腹の通になったんでまたこう下がって、でもじわじわじわっとまたこう上がってます。生理の時期はなんか強いんですね。ちゃんと上がってきて、で、ここまで来たら次こっちですね、この赤ので、もうこの辺からすごい上がったなっていうのが目に見えて分かりますよね。私はここであることをしてます。で何をしたかっていうと、でまず一つの、これコーチングで質問するといい理由は、お客様が自分で話してしまうことによって自己説得になるんですよ。あ、私ってこういうふうに思ってるからこれ買っていいんだ、自分の中やっぱ納得をしてお買い物したいですよね。なので販売員が質問することによってお客様が答えます。で自分で言ってしまったのを自分で解釈して自己説得につながると。なので喋ってる間に欲しくなってしまうという効果があります。